さくらんぼ私持っとった気がするんよね。さくらんぼだけでできる、さくらんぼだけでできるやん。どんな服、ねちゃねちゃしてそう。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますね。ただいまの愛のトーン時刻は2023年1月1日日曜日の午後0時26分です。今日はトタケケさんが広場で演奏されているんです。土曜日以外に島に来られるのは滅多にないことなので、貴重な機会をぜひお見逃しなく。それでは本日も楽しい一日になりますように。めっちゃ浮かれたまんまほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず帽子は外しとこうかな。まあ。で、なんかトタケケが広場に来とるって言ったけど、あれか？お正月やけんってこと？やっぱり。あら、こんにちは、タフン。お話ししよう。今日みたいな日はカメラをするのもいいかもしれませんね、タフン。カメラをするって言うんかな？ね、言葉が若干おかしい気がするけど、そんなもん？あら、こんにちは、素敵ね。おしゃべりしよう。ごめんね、ヨガ中に話しかけて。この時間帯はなんだかのんびりしてて、ちょっと眠たくなってくるわね。素敵ね。みんな結構、外にいますね。お、調子はどうでってか。お話ししよう。何？スープ？スープ、外で食べるものじゃなくない？しかしおめえはいつ見ても楽しそうに島中を走り回ってるよな。転ばねえように気をつけろよってか。あざす。気をつけます。アイダホが来ている。弱いな。筋肉の調子はどうだの心。世間話でも。おいら筋肉に毎日話しかけてるんだ。そうすればなんとなくよく成長するような気がしてさ、の心。なるほど。まあ、植物とかも話しかければいいって言うけどね。やあ、ごきげんよう。今日もこの島でライブをさせてもらっているよ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時から曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。了解です。てか、なんかあれなんよね、結構1月1日だというのに、こうお正月っていう感じの何かはないんよね。あの静江さんの言葉以外で、この辺なんかもう全然クリスマスっぽい感じやもんな。まあツリーはなくなったけど。お、もしや、息が白いめっちゃ息が白いぞ。あ、ヒュージ君やん。見えんかった一瞬。うわーい、お散歩でもしてるの？だぞ。お話ししよう。アイラ島ってお散歩で一回りするとお腹がすくちょうどいい大きさだよね。だぞ。そうなのかい？わからないけれど。じゃあ今お散歩中ってことかな。危ない。石にぶつけたら無駄になってしまう。そう、ちょっとね、あれよね、もう大晦日の雪だるまんがちょっとね、あんまりいい感じにならなかったんで、今回こそはいい感じに作れるかなと。この辺ぐるぐる回ってみよう。ぶつかってこないでぶつかってこないでね。私の方からぶつかりそうやけど。あー、木にもぶつけてはいけない。どれぐらいの大きさかな。もうちょい。今お母さんぐらい。今お母さんぐらいかな。でも、まあ、まだ小さいか。どんな感じかな。前回のね、多分頭の方が大きかったよね。これぐらいじゃない？多分。おそらく。あ、川に落としてしまいそうな気が。あ、待って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 。落とすのも良くないし、ぶつけるのも良くないし。あ、待ってくれ。今ね、組み立ってしまうのも違うんよな。あんまり近づけてしまうと、この状態で合体してしまうので、私めちゃくちゃ邪魔な位置に作りよるけど、まあ、いっか。私は避けれるもんな。他の住民の邪魔にはなるかもしれんけど、私は普通に避けれるけんな。雪だるま、雪だるま。前回転がしよるときはちょっといい感じなんじゃねってなったんやけどな。
同じぐらいの大きさよね。でも同じぐらいの大きさになったらすぐに乗っけれるような状態じゃないと、ちょっとヒュージ君邪魔なんだけどこれぐらい？え、もうちょいか。でもこんなもんじゃない？どうよ。え、いい感じじゃない？あー、マジか。おー、実に惜しいだす。あとちょっとで完璧だったんだすが、ここからはミリ単位の作業面精進するだす。で、偉そうに言ってすまないだすね。これを作ってくれたことには感謝してるずら。もうちょっと頭が大きくないといかんかったんかな、今度は。え、でもバランスいいやん。ふぅ、空は遠いだすな。実はオラもあそこから来たんだす。真っ白な雪としてこの島に降ってきた日のことはちょっと忘れられないずら。ダスなんだかズラなんだかちょっとはっきりしといてもろて。いいっすかね。ああ、今日こそちゃんとできると思ったのにな。座ったままですみません。一休みしてるところなんですよ。ごめんね。なんなら今座ったところやったよね。まさに。話しかけようとした瞬間、まさに座るところやったよね。私の方が邪魔した感が。メッセージボトルは落ちてないのかい？最近サメとかも全然見てない気がするな。この季節はおらんのかな？いまいちこう、この季節に何が取れるみたいな。あの辺はね、ほぼ把握してないんすよね。全然把握できてないんすよね。ほら、やっぱ前回のに比べたらいい感じやって。あ、プレゼント飛んできた。パチンコパチンコ。どの辺や。まだまだやな。ここ！よし！さあどう、なんかヒュージ君めっちゃ楽しそうなんやけど。オリエンタルなローテーブル。どんな感じ？青い。青か。なんかオリエンタル系は赤のイメージなんよね。ね、赤黒のイメージが。ある気がする。あ、あった。メッセージボトル、これを拾ったラッキーな。あんた、アイドルになるために書き溜めてるネタ帳を読み返してたらレシピのメモを見つけたの。この瓶を拾ったあんたんだけ特別に教えてあげちゃう。作ったらみんなに自慢しちゃえ。運命感じた？パトラより。パトラって何の動物の子？サクランボの服。ふんふん、さくらんぼの服のレシピを覚えた。さくらんぼ私持っとった気がするんよね。さくらんぼだけでできる？さくらんぼだけでできるやん。どんな服？ねちゃねちゃしてそう。ねえ、そんなんで作った服とかめちゃくちゃねちゃねちゃしてそう。でもな、さくらんぼ8個多いな。8個はさすがにない気がする。さくらんぼ、さくらんぼ、果物ってこの辺？あ、りんごやったらな。あ、あるやん。めっちゃあるやん。超絶あるやん。よーし、作りますか。いや、私マジでさ、全然 DIY やってないけんね。作る作る。作れるものは作ってこ。なんこれ、さくらんぼの帽子？え、帽子とセットで作ろうや。え、足りるかな。また引き出しに行った方がいい。何個必要なんやろ、帽子。とりあえずこれでさくらんぼの服。あと3個。あったね。あとなんか5個ぐらいなかった？てかこれさ、なんか外に道具箱とか置いて、なんかそこで、ねえ、いろんなものを取り出せるようにしてくれんかな。いちいち家の中入ってくのめんどくさいよね。と、さくらんぼの帽子。いやー、これでセットができたよ。新年からどんな格好するねんって感じやけど、ちょっと今から私上下さくらんぼになるね。さくらんぼの服に、寒そう。めっちゃ寒そう。あー、いいいいいい、見て見て、見た？お、調子はどうだってか。めちゃくちゃ元気って感じ。ノースリーブやし。
お、アユナ、その服をそんな風に着こなすとはな、なかなかやるじゃねえか。マジで反応してくれてありがとう。おしゃれ上級者のおめえにこの光る花冠をやるよ。え、マジで？今おめえが着てる服の差し色にもなりそうな気がするぜ。今花冠ってことはこの帽子取ることになるけど。遠慮なんかいらねえ。おめえが喜んでくれりゃ俺も嬉しいからなってか。え、今のコーディネートに合ったものとかくれるん？めっちゃいいやん。かわいい。ありがとう。めっちゃいいもんくれるやん。他なんか作れそうなものあるかな。なんか今さ、こう手持ちになかったとして、なんか道具箱にあるもので作れるよ、みたいなマークをつけてほしいんやけど。わかる？なんかそういうマークつけ、あ、でも思ったより作っとんかな。これチェックマークついてるやつつけとるじゃない。作っとるってことよね。てか道具箱の中にあるってことか、これ。まあ、道具箱の中にあるってことは作っとるってことだよね。あれ？あれ、これ作れるとかって書いてるってことは、やっぱり道具箱の中にあっても作れる表記は出てくるってことか。あ、ぽいね、ぽいね。そんなことすらも把握してないほどに作ってないんよね。物干しロープいいやん。作ろう。作ろう作ろう。なるほど。え、でも、え、さっきまでさくらんぼの服とか作れるってなってなかったことない？なっとった？なってなかったよね。ね、物干しロープさ、リメイクしたいんやけど。なんかめちゃくちゃシンプルやったやん、今。物干しロープ。ホワイト。オンボロ。ブルーストライプ。これシャツだけ？レッドチェック、グリーンチェック。ブルーストライプ。いや、レッドチェックかな。あ、ま、あのさ、横のキーも変えれたらいいのんな。レッドチェックで。リメイク。超スピードで塗り上げていくやつ。んで、あとは、どうしよっかなぁ。かかしとかも欲しいんやけど、なんか道具というか、材料がないっぽいなぁ。あ、これいいやん。素朴な木製看板。作ろ作ろ。作ろ作ろ。じゃあ、島の中に建てとこう。あとは、鳥かご。あ、この園芸ワゴンとかも欲しいなぁ。あの広場前あたりに。んで、あ、これマーク別々か。チェックマークがついとるのが、その作ったことある、これとか、作ったことあるで、チェックマークとこの道具箱マーク、一緒につくもんなんかと思った。で、道具箱マークがあるやつは、あれやね。道具箱の中に入っとるってことやね。そのまんま。肉球のドアプレート使う、作ろう。かわいい。よしよし。んで、あとは、何これ？仕切り壁。ウッディな壁。かわいいね、これ。粘土のおもちゃ。うわ。お部屋の床？お部屋って感じじゃないけど。ゴミの山な壁。これゴミの山な床じゃない。絶対そうやろ。バードバス。私、バードバスっていう言葉さ、スヌーピーで初めて知ったよね。あ、ウッドストックが水浴びしよった。石獅子。洋風の墓石。あ、こういうのなんか山の上の方とかに作っとくのいいな。洋風。なんか、ここまでがっちりした感じじゃないかな。禁断の祭壇。いろいろなんか設定作っとる系のね、村の人は、村？島の人は、なんかいい感じにできそうな感じするよね。アイアンガーデンベンチ。あ、この辺もなんか、ポンポンポンって置きたいけど、作ったことはあるんよね。とりあえずこんなもんで、一応看板どっか建てとこ、看板。え、どの辺建てとこっかな。
とりあえずここに素朴な木製看板、とりあえずね探してます、ちゃんと探してますって書いてるね。で、あとは物干しロープ、どうしよっかな。マミーさんとこに、でもマミーさんとこめちゃくちゃ充実しとんよね、なんかよいしょ、ルーシーのとことかにしとこうかな。でもな、なんか真ん前に作るってのも違う感じがするんよね。自分家とかにする？なんかめっちゃ話しよりやん。この間は私に花を送ってくれてありがとね、一徹さん。え、一徹やっぱそういう女の子が喜びそうなプレゼントめちゃくちゃ得意なんやない。お、礼には及ばねえよ。おめえにはいつも世話になってるからな。でも、プレゼントに菊の花ってどうなのかしら？しかもよりによって緑の菊一色なんて。緑の菊？そんなものがあるの？花のくせに緑色なんだぜ。珍しいから喜ぶと思ったんだけどな。あのね、一徹さん。プレゼントってのは珍しければいいってものじゃないのよ。例えば見た目生チョコなのに食べたらおでん味の食べ物とかもらったらどう思う？やだな。いくら珍しくっても嬉しくないでしょ。まあネタにはなるかもしれんけど。なんだそりゃ、めちゃくちゃ面白いじゃねえか。ああなるほどね、もう面白いは面白いと思う。そんなプレゼントだったら俺は大歓迎だぜ。渡す空気感にもよるかな。なんか分かり合えないみたいね。もういいわ、お花ありがとね、素敵ね。悲しいめちゃくちゃ悲しい。なんかな、自分家のこの辺に置くか。バラの花邪魔だな。でも置くとしたらこっち側かな。とりあえずスコップ、スコップで掘り起こしまして、ここ置けるかな。どれぐらいのスペースが必要？よ、この辺に物干しロープ。お、いけたいけた、やったね、いいやんいい感じに庭って感じになったよ。よし、オッケー、待ってしまいたい。ふーってことで、まあね、1月1日のあゆな島の日常の風景はこんな感じですってことで、全くお正月っぽくない見た目やけど始まりもお正月っぽくなかったのに、もう終わりはもはや夏なんやけどはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、てことで、あれやね、お正月っぽいのは家のドアに飾っとるしめ縄ぐらいやったねあと、しずえさんのコメントぐらい。大晦日あんだけいろいろやったんなら、お正月もなんかあっていいと思うんやけどね。お年玉とか。